どうも GPH です。今日はパワプロサクセスツッコミを入れながらですねやっていきたいと思います。というわけで今回はですねショートカットなしでオートもなしというわけで結構ね長めのサクセスになると思いますけれども、ぜひね、あまり高校生活なのかわかんないですけどやっていきたいと思います。で今回ですねやっていくのは、メジャー海道学園高校編です。やっていきましょう。この音楽はもうサクセスといえばこの音楽という感じですね。はい。で今回はですね二塁手作っていきたいと思います。僕はですね基本的に打撃フォームはこの中村典弘フォームですね。はい。で今回デッキ5ということでオール SR 使っていきたいと思います。というわけで今回はですねこの構成でやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。最強と名高い野球の名門海道学園高校、特待生として入部した俺だったが、全国から精鋭が集う野球部のレベルは高く、入学以来二軍の底辺に甘んじていた。そんな中三軍に入部した無名の同級生重野五郎が凄まじい活躍で首位を圧倒。ついには1軍メンバーを壮行試合で打ち破り、次は自分の力で海道高校を倒したいと転校を宣言。重野に負けていられない。甲子園に向けて俺の最後の挑戦が始まる。というわけでやっていきましょう。セクション1やっていきますよ。はい、みんな集合してください。ザザッと。まだ練習時間終わりじゃないよな、早乙女監督。何か話があるのかな。重野くんが転校してからこのところ静かだったのどうしたんでやんすかね。重野か、すごいやつだったのに本当に抵抗しちゃったんだな。こっからはまあ見てくださいや。万年二軍のおいらたちに思わぬタラボタがやってきたかもしれないやんすよ。いや来ないってさすがに。こらやめるせえ、人の話ちゃんと聞け。すげえツッコミ。いいね。怒ったら怖い。でもこういう女の人って結構いいですよね。1軍と2軍が同じ場所で練習することになったんだね。ほうほう、なるほどね。よりお互い刺激し合える環境を作っていくための変更ね。なるほど、そう捉えるか矢部くん。というわけで頑張っていきましょう。はい、チーフマネージャーと監督です。右が監督で左がチーフマネージャーですね。はい。そうだね、ほんのわずかなんだよね。そっか、そういう言い方をすれば確かに僕たち次第っていうところはあるよね。厳しいセリフ、そうだよね、まさにそう。間違っちゃないんだ、そこがね難しいところだよね。頭の切れるやつというか。ではやっていきますよ。お、振ってますね。ちなみにね今回の僕の名前は名前くんです。はい、佐藤。そっか、こいつらは一軍なんだね。うん、なるほど。阿久津は本当に悪態を打ってますね。打ってるっていうのか分かんないけど、まあ、そこら辺は皆さん あれを言いたいのねって思っておいてください。しかしみんなが一軍で俺だけ二軍って感じだね。憎まれ口を叩くか。悪態をつくだね、だったら。そっか。というわけで、彼らに出会いました。やる気が上がりました。ではですね、僕はですね、練習方針として、まず彼女がいるんだったら彼女を優先する。で、びっくりマークがあるんだったらびっくりマークを行く。そして監督がいるなら監督が行くみたいな感じの優先順位でやっていきたいと思います。というわけで今回は打撃練習。滝本くんと木崎くんがいます。滝本、矢部、木崎、草野、監督、
チームメイトの評価が上がっていきます。お、滝本くんじゃないですか。お、特技のコツ何だろう。パワーヒッター来たよ。これがあるとね、ほらバチコン打てるから本当に。というわけでこれ大事なんですね。お、はあ、ため息に何度ついてどうした名前。あ、シュウエ、実はこの前のテストが散々な結果でね、もはや野球と関係ありません。まさに高校生活です。俺でよければ勉強見てやってもいいぞ。頭いいんだこいつ。めっちゃ喜んでるね。こんな風に頼りにもなって、頭もいい、さらにパワーもあって打撃も超一流。ほんとキャプテンの器なのに、なんで指名を断ったんだろうな、うん、こいつが先にキャプテンだったんだね。なので僕に回ってきたわけです。不思議なもんです。さあ、まさにその理由を聞こうというわけですね。おー、俺はキャプテンじゃなくて参謀、つまりナンバー2とか影の支配者みたいな感じですね。おー、人の上に立つには少し頼りない方がいいんだ。なるほど、そんなものなのか。そっか、やる気出せるんだね、その方が。武州衛です。お、眉村じゃないですか。ジャイロボールとナックル、そして佐藤草野のカキンカキンという音。草野は的確に打球を左右に打ち分けている貫禄のバッティング。さらに草野くんは守備の名手でもあると。そっか、矢部くんは同じ外野手ですからね。お、そうよ、私と静香の美人姉妹がバッチリサポートしてあげるからしっかり頑張りなさい。いや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 、あんた男でしょうよ。なるほどね、全員でバックアップしてくれるわけですね。お手を背中にお願いします。すごいよね、太蔵さんだからねこの人。複雑ですよね。では今回はここですね、走塁練習です。また木崎滝本コンビですね。そしてガンダー君が宝箱を拾ってきてくれましたと。お、またコツをもらえます。なんだろう。お、今度はアベレージヒッター、いいね。これでミート打ちと強振両方とも楽になりますね。お、滝本君の自己紹介でございます。ピンポン玉みたいにパコーンといくわけですね。お、すごいね、これあれですよ、弱虫ペダルの、あの人だ、なんつったっけ、アブーっていうやつね。あいつに似てる気がする。体が呼んでいるみたいなね、体が言ってるみたいな。3周したら戻ってくる。おごることなく練習に打ち込むと。そしてやる気が上がるんでしょ。上がらないの、今完全にやる気上がるところじゃんね。というわけで練習いきましょう。今回も走塁です。今回碇進くんがいますね。さあ、どんなコツをもらえるのでしょうか。なんだろうな、進くん、さあどんなコツだろう。アベレージヒッターがさらにコツゲット、いいね、より習得しやすくなったね。うん、お、これは木崎くんじゃないですか。よしよし、今日はもう球走ってるじゃねえか、もう一丁来やがれ。口悪いな。理屈っぽいところがなければ付き合いやすいのにな。なるほど、理屈っぽいんだ。あー、なんか言ったか。結構怒りっぱやいかな、怒りっぱやい。まあ短期ってことでいいね。おお、聞こえてたんだね。なるほど、頭で勝負するしかないんだね。うんうん、肩には多少自信があるから、あとはリードを頑張るだけ、つまり頭だね。複雑だね。でもそのおかげで精神ポイントをゲットしましたね。さあ、今回は特に何もないですけれども、体力はやばいね。なので休むことにしましょう。ぐがーっと寝ました。おっ、これは僕の彼女候補ですね。何の呼び出しかと思いましたら、またですか。お、ボールが転がってきましたよ。おい、そこの君、ボール取ってくんない？無視。
最悪やね。めんどくさがらずに自分で拾いに行こう。全くしょうがないなみたいな感じですね。ちょっとごめんね。ふっと。おい投げるぞ。え、本当にボールを拾うためだけでしたの？てっきり私と話すためかと。おいおい、どんだけ、どんだけ。ないかよ。先ほど声をかけられた時、失礼な振る舞いをしてしまったと思いまして。いや、全然気にしてないよ。平気平気。眼中にない。いいね、ちゃんとそこは恥ずかしいんだね。よろしければお名前を。名前だけど。おお。やっぱこういうお嬢様とかっていうのは、あるいはたくさん告白されてる人っていうのは、こういうふうに、あえてそういうふうにされると、気になってしょうがない人種なのでしょうか。本当かどうかわかんないけどね。有名人なんだね。両親が会社を経営しているお金持ちのご令嬢。やばいね。さらに、もうパーフェクトな女の人なんだね。女の人っていうか、完璧な人間なんだね。これを見ると憧れの的で知らないのは僕ぐらいか。つまり何も知らないってことだね。おお、ここは正直話すんだね。とにかく羨ましい矢部くんなのでした。体力が上がりましたね。さあ練習練習。さあ、たくさん人がいるのはどこかな。あ、ここだね。彼女候補いますから。ミカちゃんがね。あ、進むくんの自己紹介だ。僕のね、サーラ結構キャッチャーが多いですね。3人ぐらいいるんじゃない。進むくんは謙虚ですね。おお、お兄さんは地雷でしたね。超高校級の兄、碇守くんです。そういう人間ができてる。確かにね、お兄ちゃんはね、あ、なんだよ、君はもっと練習したまいっていうね、まさにトップにいるそこからの目線ですから。はい、あと10球。さあ、どんどんいきます。進むくんでいきましょう。お、金の宝箱発見です。さあ、今回のコツは広角打法ですよ。これで左右に打ち分けられます。名札が外れてるって。退部したらしいよ。マジか。退部勧告を受けるんだね。なるほど、受験勉強に切り替えた方が本人のためね。絶望的。確かにそうだね。そう、頑張るしかない。走り続けるだって。そしてストイックゲージが溜まるようにブレイクスルーコマンドが使えるようになりました。これがですね、この学校の特有のゲージというか、コマンドになりますね。僕は説明聞きません。詳しい説明は皆さんでご確認ください。腕相撲なかなか強いじゃないか。おお、出た一条。マッチョですから。握力もやばいんだね。ゴー。一瞬です。瞬殺でやられましたね。私のマッスルはマッスルでナンバーワンだな。マッスルを言いたい、言いたくてしょうがないって感じだね。圧力で狂わされると。そして戻ってきた。なるほど、両腕で勝たないとナンバーワンとは言えないということですね。そういうことだ。今回はメンタルです。精神力を高めましょう。体が重いでやんす。どうしたの。ガンダーロボの再放送見てたら夜更かし。さすがオタクの矢部くんですね。走ってるね。
ん？矢部くんがダッシュしている。お、これはスカウトの人じゃないですか。影山さん、昔からこの人ですね、スカウトは。矢部くん本当に調子、気がいいというか、なんていうの調子がいいというかね、こううまく抜くとこは抜いて入れるとこは入れるみたいな、分かってるね。メモされましたよ、ちゃんと。いいね。さあ残り5ターンでこのセクション1は終わりです。今回は監督のところでやりましょうかね。ちょっとね、評価が低いんで上げておかないと。振ってますね。でも基本がなってない、悲しいね。全体的に能力上げてないんでね、まだ。お、コーチ登場。構えに力みが残っている。おー、すげえ。超細かい指示ですよ、眉村。ほう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 、本当に細かい指示だね。そして主人公どうなるんだ。さあどうなる。お、いいね、成果出たよ。よかったよかった。これたまにねミスります。全て運ですけどね。さあ10月が終わるとこのセクション1が終わりになります。打撃練習で監督の評価を上げておきましょう。次は休むかな、それからメンタル練習か、どっちかです。さあまだまだ練習不足、嘘でしょ。そして海道高校はマニュアル野球です。なのでマニュアルを覚えるということですね。野球理論の習得だそうです。すごいね、頭を使わなきゃいけないわけですね、勉強しなきゃ。いやー、動かすだけじゃダメなんですね。ちゃんとここも鍛えないとダメなんですね。より高度になってきますね、ほんと。佐藤くん、佐藤くんはね、ほんと頭もいいからね。さあ、秋大会はまだ2軍なので出れません。お、いいね。わお、すげえ、打ちまくりますね。優勝したったらしいですね。いいね。そうだね、レベルの高い仲間とやれるっていうのはいいんだけど、ただそこからレギュラー奪わなきゃいけないっていうのが結構難しいですよね。うん、不安になるよね。そうだね。よし、ちょうどメンタル2人いるんで、ここはメンタルですね。このパワーの2人をね、評価上げとかないと。お、光ってますね。よし、ここは一丁。進むくんとのスペシャルタグトレーニングです。評価が一定レベル上がるとやれるようになります。はい、というわけでできましたね。いつ見てもすごいグラブさばきだと言ってもキャッチャーなんですけどね、こうプシッ。いいね、通過の中ってことですよ。いいね。そしてさらにコツゲットです。キャッチャーのコツ、二塁手なんですけどね。そしてゲーム機。おお、周英くん、話題の野球ゲームだって。一緒にゲームですよ。7対2ボロ負けですね。おお、おお、ほうほうほう。決め球が打たれてボロボロ。おお、ほうほうほう。パターン化されやすいと。ワンパターンだったんだね。いいね、対左投手やったね。さあ、びっくりマークがついていますが、ちょっと今回は休みます。最後は休んで終わりにしましょう。そしてブレイクスルーの効果というか、そのマッスルゲージ、なんだっけ忘れたけど、とりあえずあのゲージの効果でこうやってストイックゲージ、そう、ストイックゲージだよ。それで休んでいてもポイントを獲得することができるということですね。河原ですね、不安になっています。はあ、大きな壁があるよ。おー、シゲのゴロー、
お前も出てたのか。いや俺はまだまだレギュラーじゃないから。はあ、栗山？いや青春どこだよ。去年まで女子校です。アニメを見た人ならご存知ですね。しゃーれんで江頭の野郎が妨害しやがってよーって愚痴ですね。まあどこでもいいんだけどなーって。いいね、前向きだ。キャッチャー以外ほぼど素人、確かそうだったね。うん、そう、屋上にね練習場を作ったりするんだよね。そしてこいつは本当に豚をそうとして本気ですから。そう、壁が大きければ大きいほど燃えるのが茂野五郎なんですよ。そう、茂野に比べたら俺はもうなんて素晴らしい環境でできて、こいつがこうなのに俺はなんて弱気だったんだと、弱気だったんだということですよ、ほんと。というわけで精神ポイント獲得でやる気アップです。そして再び意欲がみなぎった主人公名前くん、一面昇格したいところでございます。というわけで、セクション1俺です。セクション2また別の動画でやっていきますので、ぜひご覧ください。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。まだチャンネル登録してなかったらぜひチャンネル登録お願いします。そして他にも SNS のアカウントがあるから、ぜひそちらも全てフォローしてみてね。バイバイ。